して三浦知良ベンチ入り。ただこのところ出場はなく、最後の出場は G1 は3月の10日浦和戦というところになります。さあ選手たちが戻ってきました。なお両チーム選手の交代はなしで後半に臨むということです。さあ山さん、後半ですけれどもどのあたりが勝負を分けるポイントになってきそうですか。まずは両チームとそれほど前半と違うことをしようとは思わないと思うんですよね、はい、なので後半もう一回気持ちを入れ直してバチバチ戦っていくというところが入ると思うんですけども、最終的には交代選手、この場合一時で進めば